スーザン・シュワブ・スーザン・キャロル・シュワブは、アメリカ合衆国の政治家。ジョージ・ w ブブッシュ政権で、第15代アメリカ合衆国通商代表を務めた。1955年3月23日、スーザン・シュワブは、ワシントン DC において誕生した。シュワブは、外交官の娘として、幼少期に、アフリカ・アジア・ヨーロッパの各地を飛び回りながら、育てられた。 シュワブは1972年にタイ王国のインターナショナルスクールバンコクを卒業した。シュワブは1976年にウィリアムズ大学で政治経済学の学士号を取得した。シュワブは1977年にスタンフォード大学で開発政策学の学位を取得した。スタンフォード大学卒業後、シュワブはアメリカ合衆国通商代表部に入った。 シュワブは1977年から1979年まで通商代表部で国際経済顧問及び通商交渉官を務めた。その後シュワブは国務省に移り1980年から1981年まで中日アメリカ合衆国大使館で通商政策担当官及び国際経済顧問を務めた。シュワブは1981年に 国務省を離れた。シュワブは1981年から1989年まで、連邦上院議員ジョンダンフォースの下で、補佐役を務めた。シュワブは1981年から1986年までは、立法担当調整官として勤務し、1986年から1989年までは、首席経済顧問及び議会担当補佐官として、 ダンフォース上院議員を支援した。シュワブは通商政策の専門家として数多くの通商政策法案を議会に提起した。代表的なものに1984年と1988年の通商法がある。シュワブは1989年にジョージ・ H.W. ブッシュ大統領から商務時間法及び商務省。 海外通商局長官として任命を受けた。1993年、シュワブは商務省を離れ、モトローラ社に入った。シュワブは法人事業開発部長として勤務し、続いてアジア戦略担当部長となった。シュワブは中国その他のアジア諸国での戦略企画及び交渉を担当した。シュワブは1993年に、 ジョージ・ワシントン大学で行政学の博士号を取得した。シュワブは1995年から2003年までメリーランド大学で公共政策学部の学部長を務めた。シュワブは2003年にメリーランド州大学機構財団の会長権最高経営責任者及び教育振興担当副総長を務めた。ポートマン通商代表の行政管理。 予算局長天人とシュワブ次席代表の通商代表承認を発表するブッシュ大統領。シュワブは2005年にアメリカ合衆国通商代表部の次席代表として起用され2006年まで務めた。シュワブはヨーロッパ、中東、南北アメリカとの通商関係を監督した。シュワブは通商代表部における業務について責任を負った。 シュワブが管理した業務には、世界貿易機関の問題、多国間の問題、部局内業務、投資、知的財産権、市場参入、電気通信、政府間業務、広報活動などが挙げられる。シュワブは、実績代表として、新多角的貿易交渉動破開発ラウンドにおける、アメリカの戦略策定に、積極的に関与した。またシュワブは、 複数の国との二国間自由貿易協定の締結を成功させた。シュワブが次席代表時代に自由貿易協定を締結した国はペルー、コロンビア、パナマ、大韓民国である。2006年4月17日、シュワブは行政管理予算局長に転出したロブ・ポートマンに公認としてアメリカ合衆国通商代表に指名された。 上院財政委員会の指名承認公聴会では中国に対して弱腰であるとの指摘が上がったため承認手続きに若干の遅れが出た。シュワブは6月8日に上院の承認を受けた。シュワブは実績代表時代から続けていた新多角的貿易交渉動破開発ラウンドへの取り組み継続を図ったが発展途上国との対立により2006年7月に 交渉は一時凍結された。ありがとうございます。